はい、ライちゃん。はい、ハルちゃん。サラちゃんは、なんと、またまた、放卵期でございます。卵は産んでるんですけどね。ぶっ飛んでます。今は卵は産んでないね。さっきまでね、ハルちゃんの卵を温めてたんですけれども、今はね、エア放卵してます。外に出したらね、ぶっ飛んでます。膨れ上がります。はい。そして、クークククークク、おてんばな鳴き声が聞こえます。ライちゃんです。そして、何か訴えながら出てきたハルちゃんです。どうした、ハルちゃん。散歩行きたいよね。よし。ライちゃん、元気になったな。はい。お願い事があったらね、お願い事じゃないな。なんか、あれですが、依頼があったら、はい、ちゃんと出てきていなさい。はい、目を見て言ってください。何ですか？お父さんの目を見て言ってください。散歩に行きたい。散歩に行きたかったら、お父さんの目を見て言ってください。はい、何ですか？散歩に行きたい。そうか、そうか。はるちゃんは？はるちゃんいいの？はるちゃん？言いたいことがあったら出てきて言いなさい。はい、出てきて言いなさい。行きたいんでしょ、はるちゃん。行く。外寒いけど行く？な。はい、顔色見てください。ここね、黄色かったのが、だいぶ赤くなりました。生えたね、おさまさ。よーし、じゃあ行きましょうか、じゃん。はいはいはい、ライちゃん。ほいほい、お願いがあったら目を見て言いなさい。散歩行きたいの？こっち見て。行きたいの？おしゃべりをするようになりました。欲求をね、伝えるようになりました。でもちょっと風ビュービュー、最高気温8度、めっちゃ寒い。どうする？どうするよ。こっち見て答えましょう。どうしますか、ライちゃん。もったいぶらって早い行こうかな。でも普通のとこね、河川敷で散歩行っても寒いし、森の中行こう、林。雨も降ったし、ムカデいるかもしれない。ムカデ行きましょうか。なんか、ムカデを掘ろう、ムカデを掘ろう。しつこいな。はい、行きましょう。サラちゃんどうする？連れてっか。よーし、で行くよ。ハルちゃん行くよ。持ったら足がビヨーンってなるのが可愛らしい。はるちゃん行きますよ。はるちゃん、はるちゃん近い。さあ、久しぶりに向かどうか。さあ、正面から見たらこんな感じ。行きますよ、はるちゃん。ね、こくん。足可愛いな、足が可愛い。よし、行こう。はい、甘え声出しまくりの人、入ってください。行くんやろ、今日はこれで行くよ。はい、はるちゃんも出てきてね。はい、はるちゃんも入ってください。はい、入って入って入って、はい、さらちゃん起こしてくるから、ちょっと待っといてよ、待っといてよ。 Stay here、 OK ですか？おい、さらちゃん行きますよ。おい、さらちゃん、急に放卵期になったな。キュッキュッキュ、怒ってる？な。よし、じゃあ行きましょう。あれ、お姉ちゃんたち出てきたの？はーい、入ってください。入らないと出かけられないよー。サラちゃん、ほら、サラちゃん放卵したいな。はい、お家、ここのお家な、シーツ引いてるよ。はい、入ってください。はるちゃん、はい、ハウスね。じゃあ行きましょうか。ね、この足かわいいな、この足。こちょ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 。笑って。こちょ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 。笑えへんわな。はい、着いたよー。着いたよー。おー、サラちゃんできたか。はい、着きましたー。はい、風強いー。めっちゃ寒いー。人全然いないー。サラちゃん、そんなとこ掘る？めっちゃ寒いやろ。サラちゃん、掘ってみー。おほほほ、元気元気。めっちゃ寒いな。な、よし、林の中行こう。行こう行こう。サラちゃん、
林の中行こう。おいおいで、めっちゃ寒いわ。はい、入って入って。よし、こっちこっちこっち。はい、サラちゃん迷子ならんと。おいでおいで。めっちゃ寒いぞー。ぞー。サラちゃんおいで。サラちゃんこっちこっちこっち。サラちゃん、そっち行ったら迷子になるよ。おー寒い。林の中入ろう、寒いから。はい、サラちゃんね、わけわからんようになってて戻ってこれる。はい、行きましょう。よーし、掘るぞー。ディキディ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 ピーヤー。よし、掘るぞー。公園来たけどめっちゃ寒い。でもそんなの関係ねー、そんなの関係ねー。はい、そんなの関係ねー。はい、おっぱっぴー。チントンシャンテントン、チントンシャンテントン、チントンシャンテントン。サラちゃん掘るよー。放浪記でわけわかめ。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、大ちゃん来た。わけわかめって死語やな。はい、結構いるかな。向かで雨上がりで湿ってええ感じやな。はるちゃん掘ってみよう。はいはい、つつかない、つつかないよ。はるちゃんここいたってこと、もっと掘ってみようか。ここライちゃん元気になったな。めっちゃテンション上がったね。やっぱりここだね。いる？向かんで。うん？うお、びっくりした、びっくりした。これこれこれ。カエル。おお、びっくりした。起こしてごめん。はい、引き返る。ごめんね。いた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 。出た？若干引いてるね。ビジュアルとても気持ち悪い。でもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。はるちゃん撮ってる？ムカデの動画ばっかり撮ってたら再生回数上がらねえ。でもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。なぜなら、ニワトリズファーストですから。ライちゃん元気出たな。寒いけど元気いっぱいやね。はい、で、放浪記のサラちゃんはどうしてるでしょうか。サラちゃん、ほったらかしでごめんよ。はい、クッククック言ってるけど掘りましょうか。ねえ。サラちゃんも掘りましょう。クッククック言ってますね。はい、サラちゃん、じゃあごめん、ダイちゃん絶好調やな。女子の名前間違えるなんて最悪やな。あかんやつやね。はい、気をつけます。お、どっち食べた。ダイちゃん食べた、でっかいの。あっという間、撮らせてよビデオ。あ、ハルちゃん食べた、ハルちゃん食べた。オッケーオッケー、いっぱい食べて栄養つけよう。でっかいね、取り合いしてます。はい、オッケーです。はるちゃんが見つけた、ここは多分湿気が溜まっててムカデエリアなんやわ。2匹おったもんな。ちょっとかけんといてよ。雨上がりともね、3日4日経ってるからだいぶ乾燥してるわ。見つけて見つけて。僕が掘ってたら全然動画撮れないから、自分たちで見つけて食べるとこを撮りたいんですよ。はい、サラちゃんもうちょっとな、その葉っぱの下でな、待機しててな。ここ絶対おるんやで、ライちゃん。湿気てるもの。おった？気配あり？真剣に探してますな。おお、おったおった、食べましたね。はるちゃんこっち、こっち、はるちゃん、はるちゃんこっちおる。こっちこっち、ここはええわ。掘ってみ。はい、おるで。はい、思ったほどね、ムカデはいませんでしたが、鳥たちね、元気にカキカキしてます。時折ね、ちっちゃいムカデとかね、ゲジゲジ
そういったものをね食べてます。来てよかったな。そしてね皆さんご心配をおかけしました。もうねライチは復活しました。めっちゃ元気ですね。はい、サラちゃんも元気ですけどね、まあ短い放浪期だと思うんでね、しばらく様子を見ましょう。なあライチは全然帰りたがれへんもんな。少なくなってきましたが絶好調でございます。ただ駐車場の時間が5時、あと15分、時間が迫ってまいりました。はい、そろそろ帰りましょうか。おっ、幼虫だ、幼虫引きちぎった。ライちゃん幼虫、それまずいやつじゃん。ナスとかは不人気やったやつ。幼虫食べてます。食べとき食べとき。はい、飲み込みました。この冬のね、真冬の一番寒い時期に虫を探すっていうのはなかなか大変やな。さあ雨上がりすぐ来なかったな。まあ今日はライちゃんのね復活祝いでございます。元気になりましたな食べてる、結構食べてるな。サラちゃん食べてる。サラちゃんは今日はね時々しかカキカキはしてないですね。まあそういう日でしょう今日は。ちょっとみんな降りておいで、一回駐車場の近くに移動しよう。時間がなくなってきた。はいはい、サラちゃん一回ハウスして。サラちゃんハウスハウス。お姉ちゃんたちも一回ちょっと移動しよう。お姉ちゃん移動移動いやか、まだまだハウスして、ハウスハウス一回移動しよう。サラちゃん移動移動移動。サラちゃん一回移動。入って一回入って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 。はい、駐車場のね前まで移動してきました。風が強くて寒かったな。でもね林の中は楽しかったです。はるちゃん楽しかったね。久しぶりに来たな、ここ。また来ましょうね。今1月、あとね2ヶ月も経ったらいっぱいムカデ出てくるでしょうね。今日は最高気温8度ぐらいで寒かったからな、仕方ないな。まあね、ライちゃんが元気だったからよしとしましょう。はい、というわけで僕たちはそろそろ帰ります。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、お尻を向けない、さようなら言ってのに顔向けてください顔。はいはい、さようなら。